今日はですね、呼吸の実践編です。はい、呼吸を使ってですね、猫背を解消していく、そんなエクササイズワークをお伝えしていこうと思います。皆さん、こんにちは。猫背専門チャンネル、猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。医学療法士の小峰武明です。今日はですね、呼吸の実践編です。はい、呼吸を使ってですね、猫背を解消していく、そんなエクササイズワークをお伝えしていこうと思います。前回ですね、1日人間は 28,800 回呼吸してますよっていう話をさせていただいたんですけれども、今日はですね、ただただ普段している呼吸の延長線ではなくて、呼吸を使ったエクササイズですね、そんな方法をお伝えしていきます。なので意図的に胸郭だったり背骨をしっかりと動かしていく、呼吸の中で動かしていくようなワークになります。ただそんなにハードなわけではないので、ぜひね、皆さん動画を見ながらですね、一緒にやっていただければと思います。まずは仰向けになって呼吸をしていきます。片手を胸の前、もう一方の手をお腹に乗せていただき、胸を膨らませるように呼吸をしていきましょう。息を吐くときは口をすぼめて、ふーっとゆっくり長く吐いていきましょう。あと2回行いましょう。続いて手を大の字に開き、腕を外にねじるように外旋させ呼吸をしていきましょう。息を吸うときに腕を外ねじりを強めていき、胸に空気を送り込んでいきましょう。あと2回行いましょう。続いて呼吸に合わせて手をバンザイしていきます。息を吸いながらバンザイをし、吐きながら元に戻していきましょう。あと2回行いましょう。続いてアルファベットの Y の字を描くように手をバンザイし、息を吐きながら手を内側に寄せるように元の位置に戻していきましょう。繰り返します。息を吸って Y の字にバンザイ、吐きながら内側に、もう一度息を吸って手を Y の字に、吐きながら元の位置に戻していきましょう。あと1回行いましょう。はい、結構です。それではゆっくりと体を起こしてください。続いて座った状態で行います。手を広げ胸を張り、手のひらを天井に向けるように息を吸っていきます。息を吐くときは背中を丸め、手を内側に巻きながら前に持っていきましょう。さらに余裕がある方は、息を吸うときに天井を見上げるようにしていきましょう。あと1回行いましょう。今度はバンザイをしながら呼吸を行っていきます。背中を反るというよりは、手を天井方向にぐーっと伸ばしていくように行ってください。あと2回行いましょう。
はい、結構です。お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。今回の動画のようにですね、手のひらの向きだったりバンザイの動作を通じて呼吸のエクササイズを行うことで、この胸郭の上部ですね、上の方の肋骨がしっかりと動いて呼吸がね、この辺に入っていく感覚っていうのがよく分かったんじゃないでしょうか。ただ手のひらを乗せて胸の方を膨らませましょうといったですね、呼吸のエクササイズでは、もともとこの辺をね、あんまり動かしてない方にとってはどうやってやるんだろうっていうふうにね、思う方も結構多いと思うので、ぜひ手の向き、外旋プラスバンザイ動作、屈曲っていう方の手の動きも通じて肋骨の動きっていうのを出していっていただけると、より背骨が起きやすくて猫背解消につながっていきます。呼吸のワークというのはいつでもどこでもできるものになりますので、ぜひ日常生活でね、好きあらばやるぐらいの感覚で、時たまリセットですね、体リセットのためにと、たまに胸式呼吸をねしてみてください。決して胸式呼吸が良くて腹式呼吸がダメだよって言っている動画ではなくてですね、たまに胸式呼吸をすることによって姿勢がリセットされていい状態になりますよ、呼吸の入りが良くなりますよという風なワークになりますので、ぜひねやってみていただければと思います。そしてエクササイズの中でですね、口をすぼめて負の口で吐きましょうという風なお話をさせていただいたんですけれども、これはですね、口すぼめ呼吸という風な呼吸方法なんですね。これをやることによって実は呼吸の吐ける量が増えるっていう風に言われているんですね。実はこれにもちゃんとした理論があるので、これに関してもですね、ちょっとどこかのタイミングでまた皆さんにお伝えできればなというふうに思っておりますので、こちらも合わせてお楽しみにしていただければと思います。今日の動画が参考になったよという方はですね、ぜひ高評価ボタンを、そして引き続きですね、猫背に特化した健康情報を配信していきますので、下の猫ちゃんマークからですね、チャンネル登録をしていただければと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。